まあ、通天、うんうん、ありがとうございます。人参が赤いですね。すごい、うん、すごい素敵。Mọi người, chào mừng mọi người quay lại với chương trình. Lần trước chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc áo kimono bằng xe xích lô ở Ginza. Trong ngày hôm đó mình đã được chị Chitani ở cửa hàng mặc áo kimono cho. Nhưng mà nói thật là rất là phức tạp và rất là nhiều bước, và mình vẫn không rõ lắm về những cái bước để mà mặc kimono, và mình muốn tìm hiểu thêm. Cho nên hôm nay mình lại mời chị Rê là chuyên gia về văn hóa Nhật Bản đến đây để giúp mình học lại từ đầu cách mặc áo kimono. Chúng ta hãy cùng enjoy ngày hôm nay cùng với nhau nhé. Kiyo mo yoroshiku onegai shimasu. Konnichiwa. Kiyo mo ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Kiyo no kimono wa Kiyo wa kommon desu. Kommon desu ka? Kono aida wa tsumugi です。はい、はい、この間はカジュアルで、はいはい、今日は少しこの間よりも少しフォーマル、なんかワンピースぐらい。あ、ワンピースぐらい。そうそうそう。紬は、紬はそうね、あのシャツとジーンズとか、浴衣は T シャツにハンズもパンパンだけど、紬は、まあ、もう普段着、普段着お茶したりとか。今日はもう少しドレス、そうだね、もう少しおめかししてる感じ。あ、素敵ですね。今日もおしゃれ、なんかすごいこの光沢感とかすごいですね。そう、シルクだね。シルクですね、はい、ありがとうございます。じゃあ今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はまいさんに自分で着れるようになってもらうために練習用の着物を持ってきました。今日もすごい綺麗ですね。これ着物3枚ですか？あ、違うの。これは帯。帯。そう。これが着物ね。あ、でも帯はちょっと硬めで。そうそう、芯が入ってるからね。芯って何が入ってるんですか？あの、少し硬くしてるの。あ、それで芯が入ってるっていう言い方。そう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 。ちょっと硬めで、着物は柔らかいって感じです、ね。シルクだね。それで、今日は、遠目に見ると無地に見えるんだけど、うん、近くで見ると小さいドットの柄が入って。これ無地じゃないですか？これはコモンなの。これもコモン。そう、これと一緒。へえ。ここに模様があるんですね。はい、小さい柄が。ちっちゃい点々がありますね。そうなの。これもだからコモン。帯は今日2本を持ってきました。黒で合わせてもいいし、この白で合わせて。悩みますね。そう、え、悩む。私どっちの方が似合いますか？両方あると思うけどね。じゃあこれで、はい、どっちの方がいい？じゃあこれにします。じゃあ白い方。はい、はい、決まりました。じゃあこっち右手がこういう風に入るのが正式。あの、亡くなった人、これそうなの。亡くなった人はそう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 、この向きなの。右手大ファイン、入らない。左前って、これは死んだ人の最後、棺桶に入る向きに着物を切り方。そうそう、絶対注意してくださいね。危なかった。青材みたいにすごい長く後ろに、あ、それはないけど、あの、フォーマル、フォーマルになればなるほどギリギリまでスレスレまで、スレスレまで、うんうん、あ、で、草履も高くなる、靴も高くなるから、靴履いた時にちゃんと足が隠れるように。靴、高い靴だったら、うん、その床に近いところまでは。少し、そう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 、それは上がると一緒ですね。だからさっきの、あの、紬みたいにカジュアルな着物はちょっと短めでも、短めでも大丈夫で、草履も薄いから。で、これ一本でこの着物を縛るから、止め支えるから、これしっかり。こうやって手を入れてトン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 、そう、二重に2枚になってるじゃない、ここが。
それを2枚合わせて下にこうトン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 って、そう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 、今回のはちょっとサイズの横幅があるからこう調整しないといけないの、それがね、大変な、そうなの、そうなの、すごいんだけど大変、ちょっと時間かかるっていうか、ゆるーくさ着てるとさ、老けて見えるんだよね。あと、もともと、あの襟とかをさ、一番詰めるのが若い人。じゃあ、どんどんどん崩す。そう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 。少しふんわりさせるのね。そうすると、ちょっと可愛い。ショートカットとかボブ ここまでそう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 、襟足を見せるっていうのが、うん、それがまあ綺麗だね、うん、で今日はちょっと洋服でも着物でも合うリボンを持ってきたから、はい、うん、いい、かわいい、ありがとうございますすごいテンション上がります、うん、比べを下川さんとトークしながら探ししますので、また次回会いましょう。よろしくお願いします。お願いします。お茶しながら、うん、青材と着物の同じ、うん、そう一緒、うん、そう違いが床すれすれまでやるとエレガントって癒して、そうそう